おざっす、マジゴリです。というわけでね、今回も古着紹介の方ね、やっていこうと思うんですけど、いやなかなかね梅雨が明けてくんなくてジメジメした日がね続いてますね。で外に出た時はね、雨降ってなくてもいきなりこうね梅雨空で雨が降るってことがあって、まあ、結構厄介なねことがあると思うんですけど、まあ、そんな時もね、これを1枚羽織ってれば、まあ、急な弱い雨とかにはね対応できるよっていうのでこちら紹介していきたいと思います。で、これどういう服かっていうと、1960年代のアメリカ陸軍の、レインコートになります。はい、レインコートっていうことで、まあ、当時もねもともと雨に対応するように作られた服なんで、まあ、今みたいなね梅雨の急に雨が降ってくる日とかにもね、使えるんじゃないかなと思います。それでは早速紹介していきます。まあこれねパッと見ねちょっとねトレンチコートみたいなね見た目になってるかなとね思いますね。でこうやって見ていくとこのね大ぶりの襟がちょっと特徴ですね。この感じもちょっとトレンチコートみたいでかっこいいかなと思います。でここについてる、そうこれこの帯状の作りが、前にねジャングルファティーグジャケットの紹介をした時にチラッと出てきたエポレットっていう作りになります。この帯状の作りね、これもトレンチコートとかにまあある特徴かなと思いまして、ここ昔はね、昔の軍服にここに偉い人の勲章とかねその階級を表す勲章を、つけていたっていうのから始まって、あとはね実践的には、ここをガーッとひっつかんで、怪我をした人をこうガーッて運んで行くっていうのもまああったらしいんですけど、まあ、こうやってねエポレットがついてます。でここねこれがねガンフラップっていう作りで、ここにライフル銃を当てて実際に敵を狙撃してたりしてたんですけど、ここにねガンフラップっていう布を1枚当てることによってそのライフル銃の衝撃を和らげるっていう意味で、これでトレンチコートに見られる作りで、ここにガンフラップがついてます。で、あとはここにもねボタンが1個ついてて、これはこの襟のねこの部分をこうやってねこのボタンにこうやってつけることによって、もう雨が降った時とかにもう水が侵入しないようにこうがっちりね止めることができる作りになってます。で、あとはこれですね、このウエストベルトもここについてます。これもねトレンチコートにもついてるもんだと思うんですけど、ここはねレインコートに関してはおそらくここでギュッとね体に強く密着させることによって、これもその水が侵入しないように密閉性を高めるね、作りになってるものかなと思います。でウエストベルトの下にはこうやってポケットが左右についてて、これでもね、ここにもこうやって蓋みたいになってて水が侵入しないようにっていうのとね、結構大容量のポケットになってます。で、あとはこの服のねさらにこのウエストベルトの下のところにこうやってボタンとあと布が1枚当てられてるんですけど、この布を隣のボタンにつけることによって、これもねさらに雨が侵入しないようにね密閉性を高めるというかね、水の侵入路を防ぐっていうね、役割になってます。でこれね両袖にも、カフスがついてて、ここもカフスをつけることによって、水の侵入を防ぐような作りになってます。もう完全にね見た目もまあトレンチコートもねもともとはそのヨーロッパで雨が降った時の気候とか塹壕の中のジメジメした気候に対応するためっていうので、まあ、このレインコートと似たような作り、まあ、逆にトレンチコートの方が先だからこのレインコートがちょっとトレンチコートに寄せた感じなんだけど、まあ、こうやってねいかに雨を体の中に侵入させないかっていうね、そういった工夫が随所に見られるような作りになってます。で、後ろから見るとこんな感じになってます。まあ、後ろ姿もねこうやってウエストベルトがあって、これをギュッと絞るとねちょっとこうかっこいいなっていう感じですかね。でこここうやって布がねこういう風に遊びがあったりする作り、これアクションプリーツっていうね作りかなと思いまして、
これで後ろがこの1枚の布でベターってなってるとちょっとね動きづらいっていうようなね感じなんですけど、こうやって布がそれぞれね縫われてて、ここにちょっと遊びがあるような作りになってて、トレンチコートにもこの作りがあるんですけど、これだと当時ね馬に乗った時に体を動かしやすいっていうようなね工夫になってて、まあ、もうね1960年代の時点では、馬はもうねほとんど使わないような感じ、もう車とかね戦車とかに乗り物は変わっていったんですけど、まあ、単純にねこの動きやすさを追求した結果このアクションプリーツがね、この1960年代にも受け継がれてこのレインコートに採用されてるよっていうようなね感じになってます。はい、タグはこんな感じになってます。でこれね読んでいくと、この服の正式名称がレインコートマンズコットン&ナイロンクアペルアーミーグリーン274ということで、このクアペルって何かっていうと、これね合わせた言葉になってて、何を合わせた言葉かっていうと、クォーターマスターディブロップドレペレントっていう言葉を合わせてカーペルって書いてあります。でどういうことかっていうと、これねアメリカ陸軍が開発した、布用の撥水処理技術のことでね、まあ、その言葉を合わせていってクアペルっていう風にね、呼んでます。でその横アーミーグリーン274っていうのが、この服に使われている色のことで、まあね今まで紹介した OG107 っていう色に比べると、ちょっと青みがかったねグリーンになってます。で、その下 DSA106-7C1669 って書いてあるんだけど、 DSA っていうのが、マージャングルファティーグでも紹介したディフェンスサプライエージェンシーっていうね、服の会計処理を担当している組織で、その横の67っていうのがね、この服が会計処理された年になってます。で下は、この服の注意事項とかね、そういうことが書いてあります。はい、タグの紹介はこんな感じになります。ではね、1960年代アメリカ陸軍のレインコートの紹介は以上になります。はい、というわけでね、1960年代の、アメリカ陸軍レインコートということでね、まあ、着てみるとこんな感じっすね、まあ、トレンチコートみたいな感じで着れて、まあ、これウエストベルトつけてるんですけど、ウエストベルトなしで、まあ、ガバッと羽織ってもね、かっこいいかなと思います。で、急な雨でもねしのげるって言ったんですけど、ちょっとね、どうなのかと、1960年代の防水性能ねどうなんだっつんでね、これね試しましょう、もうぜひ防水性能試しちゃいましょうか。今ねもう行きましょう、行っちゃいちょ、これ水流しちゃう、こんな流しちゃうんだこんな、ね、どうだこれ、どうだこの防水性能、ほらん弾くねこれね、全然濡れねえぞこれ、すげえ弾く弾くこれ、おおおー、全然ね染みねえぞこれ、すげえなこれ、ほらこれね水弾いてるの分かりますか、こんな感じで結構すごいっすね。舐めてました実際、だってコットンとナイロンの糸をさ結んでくだけで水弾くってマジとか思ってたんですよね。これ意外とちょっと侮れませんね。というわけでね、本当に水弾くのかこれ検証してみたら弾きますわこれ意外と、水ね弾いちゃってますこれ、結構ね昔のものだからっつって侮れねえなっていう、さすが軍規格でね、レインコートとして作られたもんだなということでね、まあ梅雨時期の味方になる、レインコートかなというふうに思いました。じゃあ今回はね、こんな感じで、また次回ねヴィンテージ古着ミリタリー古着の方ね紹介していけたらなというふうに思います。最後までご視聴ありがとうございました。それでは。